土地の木、土地の木、土地、土地、土地の木、学名、エスコーユラスタービノタとは、ムクロジカ、クロンキスト体系では、土地の木かとする、土地のキ属の落葉紅葉樹。金運園種で、ヨーロッパ産の西洋土地の木が、フランス語名、マロニエ、マロニエとしてよく知られている。落葉性の高木で、温帯の落葉紅葉樹林の重要な構成種の一つ、水気を好み、 適度に湿気のある肥沃な土壌で育つ。谷間では、より低い標高から出現することもある。沢ぐるみなどと共に姿を見せることが多い。大木に成長し、樹高25メートル、直径1メートルを超えるものが少なくない。葉も非常に大きく、全体の長さは50センチメートルにもなる。長い傭兵の先に、到来系の商用語から7枚を手のひら状につけ、 手のひら上腹用、葉は枝先に集まってつく。5月から6月に、葉の間から、水上の花が現れる。穂は高く立ち上がり、個々の花と花びらは、さほど大きくないが、おしべが伸び、全体としては賑やかで目立つ姿である。花は、白薄い紅色。初秋にいたり、実が実る。椿の実に似た果実は、熟すにつれて熱い花火が割れ、 少数の種子を落とす。種子は大きさ、艶形ともに栗に似ているが、色は濃く、球状をしている。一般的に土地の実と呼ばれて食用にされるのは、この種子である。工実。日本では東日本を中心に分布し、特に東北地方に顕著に見られる。木材として利用される。木質は芯が黄金がかった黄色で、周辺は 白色調。綺麗な木目が出ることが多い。またまっすぐ伸びる木ではないので変化に富んだ木材となりやすい。比較的乾燥しにくい木材ではあるが、乾燥が進むと割れやすいのが欠点である。巨木になり、大材が得られるのでかつては、薄や木鉢の材料にされたが、昭和中期以降は一枚板のテーブルに使用されることが多い。乱髪が原因で、産出量が減り、 21世紀頃には、ウォールナットなどと同じ名木級の高価な木材となっている。種子は、デンプンやタンパク質を多く含み、土地の実として渋し抜きして食用になる。食用の歴史は古く、縄文時代の遺跡からも出土している。例えば、埼玉県川口市の石山遺跡では、土地の実の加工工場とも言うべき施設があったことが分かっており、大型の土器、 薄代わりに利用された石、木製の水槽などが出土している。渋抜きは、ナラや水ならなどの果実、どんぐりよりも手間がかかり、長期間流水に浸す、大量の枠で煮るなど高度な技術が必要だが、かつては高地に恵まれない山村では冷えやどんぐりとに、主食の一角をなし、上食しない地域でも、飢饉の際の食料、 旧耕作物として重宝され、天井裏に備蓄しておく民家もあった。積雪量が多く、稲作が難しい中部地方の山岳地帯では、盛んに土地の実の採取、保存が行われていた。そのために、森林の伐採の時にも土地の木は保護され、私有の山林であっても土地の木の勝手な伐採を禁じていた藩もある。また、各地に残る土地国や、 土地の谷などの地名も、食用植物として重視されていたことの証拠といえよう。山村の食料事情が好転した現在では、食料としての役目を終えた土地の木は、伐採さ木材とされる一方で、渋抜きした土地の実をもち米と共についた土地持ちが、現在でも郷土食として受け継がれ、土産物にもなっている。古に引いた土地の実を綿棒で伸ばして作る土地面は、 固まりやすく迅速に作業をしなければならず、これを土地面棒を振るうという。これと慌てることを意味する土地めくを擬人化した土地面棒から老梅棒、土地面棒、土地面棒と呼ぶようになり、老梅棒を喰らうが略されて面喰らうという動詞ができたとされている。土地の木のわかめの粘液をたむしの幹部に塗る伝統的民間療法が長野県秋山郷地域などに見られる。 土地の木種子のエスチン類、イソエスチン類には、象徴でのグルコースの吸収抑制等による、血糖値上昇抑制活性が認められた。花は蜜蜂が好んで急密に訪れ、養蜂の蜜源植物としても重要であったが、拡大増林政策などによって、低山体が一面針葉樹の人工林と化していき、土地の木などが多い森林は減少し、日本の養蜂を大きな打撃を与えた。 その他、街路樹に用いられる。パリの街路樹のマロニエは、西洋土地の木と言われ実の鞘に差しがある。また、マロニエと米国産の赤花土地の木を交配した、紅花土地の木も街路樹として使用される。日本では、大正時代から街路樹として採用されるようになった。しかし、湿気のある土地を好むため、東京などの大都市とは相性が悪い。 小学校の国語の教科書にも採用されている斉藤隆介著の児童文学、もちもちの木に登場する木は、この土地の木である。土地の木は、栃木県の県木で、1966年6月28日に制定された。関連用語として、土地の木の葉を表す。土地の葉、土地の葉や、マロニエともども、土地木県に関連する物証に関されることがある。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。